はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。パワーディレクター18の使い方第19回目。この第19回目では応用編として、パワーディレクター18でマルチトラック音声を読み込む方法、取り込むにはどうすればよいか、解説していきたいと思います。先に結論を言うと、実はパワーディレクターではマルチトラック音声に対応していません。ですので、読み込むことができません。なので、別のソフトを使用して、読み込む方法、取り込む方法を解説していきたいと思います。で、パワーディレクターでは対応してないんですが、他のメーカーのソフト、例えば、今回紹介している Vegas Pro 17であれば、マルチトラック音声に対応してます。または、Premiere Pro とか、DaVinci Resolve、そういった動画編集ソフトであれば、マルチトラック音声に対応してます。はい。では実際にマルチトラック音声とはどういったものか、マルチトラック音声に対応した Vegas Pro 17で確認してみたいと思います。こちらの画面は Vegas Pro 17を起動した状態です。エクスプローラー開いて素材を確認します。こちらの MP4 の拡張子の動画を取り込んでみたいと思います。こちらの動画は映像と音声トラック1、音声トラック2っていうふうにゲームの音声とマイクの音声を別々に録音した動画になってます。ではこのまま取り込んでいきます。そのままドラッグすると。ドラッグしたこの状態で見てもわかるように今、ここにトラックが3つあるのが確認できるかと思います。白い枠で3つあるかと思います。で、今手を離して読み込むことができたと。そうすると上から見ていくと1番上が映像、2番目が音声トラック1、3番目が音声トラック2っていうふうになってます。2番目はゲームの音声、もしくはパソコンの音声のみっていうふうになってます。で、3番目がマイクの音声っていうふうになってます。このようにマルチトラック音声に対応した編集ソフトであれば、正しくトラック1とトラック2の音声が表示されます。では次にパワーディレクターで確認してみたいと思います。この画面閉じておきます。パワーディレクターはマルチトラック音声に対応していないと。そういった場合どうなるかっていうと、こちらに同じ映像があります。この動画をそのまま配置していきます。はい、すると見てもわかるように、1番上に映像があって2番目に音声があります。しかし、3つ目のトラックがないと。マルチトラック音声に対応してないので、正常に表示できないと。トラック2の音声がですね、正常に読み込めないって形になります。もう一つ補足として、こちらのオーディオディレクターっていうのがあります。こちらは音声編集ソフトです。では、音声編集ソフトのオーディオディレクターを起動して、先ほどと同じ動画ファイルを読み込みます。そうするとこのように表示されるんですが、トラック1つしか表示されてないと。単体製品の音声編集ソフトのオーディオディレクターであっても、マルチトラック音声の読み込みには対応していないと。この画面閉じておきます。はい、ではですね、フリーソフトを使って、マルチトラック音声を読み込んで取り出す方法を解説していきます。今回使用するのは前回説明したオーダーシティになります。オーダーシティは無料の編集ソフトで音声ファイルを扱うものです。ですが、前回説明したようにコーディックを入れることによって動画ファイルを読み込むことができます。もうすでに前回設定してあるので、今回はそのまま、この拡張子 MP4 を入れていきます。そのままドラッグすると。そうすると、このように、オーディオトラック2と3が表示されます。なので、ここに2つあるんで、この2つをキーボードを使って、コントロールキーで選択してあげると。で、選択できたら OK をクリックすると。そうすると、読み込んでいくと。大きくします。
なら、はい。このように1段目と2段目に分かれて2つの音声トラックを読み込むことができたと。オーダーシティは音声編集ソフトなので、映像を読み込んだとしても映像は表示されません。で、このように正しく音声トラックを読み込むことができたら、そのまま出力します。この場合、ファイルから、ファイル書き出しから、複数のファイル書き出し、こちらをクリックします。で、場所を確認すると。今回であれば、マイドキュメントのオーダーシティっていうところになっています。で、設定を触らずにそのまま書き出しをクリックします。で、これはトラック1、そのまま設定を触らずに OK をクリックすると。トラック2もそのまま OK をクリックすると。なら書き出しが始まると。で、終了する。なら OK をクリックすると。これでもう完了です。読み込んで書き出しをするだけです。で、閉じておきます。エクスプローラーからドキュメントをクリックして、オーダーシティのホルダーの中。なら今、書き出したトラック1とトラック2があります。これをパワーディレクターで読み込めば OK ってことになります。で、もう一回パワーディレクター起動して、こちらのファイルをドラッグすると。で、同じく、今書き出した、このトラック1とトラック2をそのままドラッグすると。で、この映像の方をタイムラインに配置して、今1と2を取り出して、こちらについている1の方のトラックは必要ないんで削除すると。選択して動画と音声のリンク解除、これをクリックする。ならリンクが解除されるんで、このいらない方を削除しておくと。これで映像のみになります。そして、この1と2をタイムラインに配置してあげると。こんな感じにできると。これであとは編集をするだけです。パワーディレクターではバージョンに関係なく、マルチトラック音声の映像を正常に取り込むことができないので、今説明したようにフリーソフトを使って、トラック1とトラック2を書き出してから、このパワーディレクターで読み込めば編集していくことができます。特にですね、YouTube 上でゲームの音声とマイクの音声を別々に録音している場合は、パワーディレクターで編集する際には、こういったやり方で対処できるのではないかと思います。今回の説明は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。